新春一発目ガッツワード終わりました、今回はパートナーが負けてしまったので、勝つことができなかったんですけども、正直12月の、60分ドローでしばらく大輔さんと試合したくない気持ちの方が、しんどかったので強かったんですが、気持ちが変わりました。2月で前哨戦が多分組まれると思うんですが、そこでもがっちり潰して3月しっかりまた防衛して今度は腰にベルトを巻きたいと思いますので、ぜひ2月に来てください。ありがとうございました。